皆さんこんばんは、MK です。リングフィットアドベンチャーパート59やっていきましょう。今回も前回に引き続き、ワールド18進めていきたいと思います。この雪の中、遭難していたら大変だ。とりあえず、この辺りを探してみよう。そうなんですよ。前回助けた女の子の友達がまだ遭難しているんですよね。だからここは男としてしっかりかっこよく助けてあげたいと思います。でもあんまりかっこよく助けちゃうとね、私のことを好きになって、ついてくるとか言い始めたら困りもんですよね。私にはハニーさんがいますから、そこはしっかりお断りしていきましょう。なんか変なこと言ってたら、リングさんのコメントを読み損ねてしまいましたが、まあ頑張って今回も進めていきましょう。はい、じゃあここコインを回収して、こういうね、看板みたいなのは、空気砲で押すとコインが出てきたりするので、しっかり回収していきましょう。木箱が。木箱一つ逃してしまいましたが、 EXP メダルじゃなかったらいいんですけど、 OK 一つゲットしました。敵がいない感じか。ここは桃揚げ多くない？桃揚げがすごいステージだな。はい、桃揚げで進んでいきましょう。で、こういうところもしっかり揺らして木箱もちゃんと壊していく。ゆっくり行った方が壊しやすいですね、こういうところは。そしたら右側に何かありましたが、待って魔物か。一体ってことは特殊なやつだと思いますが、バイクロボ。お前は前回もいたけどね。そしたらスクワットでやっていきましょう。スクワットの655が今のところ最高火力なんですけど、これ以上高いやつとかあるんでしょうか。なんかフィットスキルのあの一覧のやつ、あの中からは探せなかったんですよね。655か。もしかしたらレベルアップでこれ以上高い威力のやつが手に入るかもしれません。スクワットこれ3なんですよ。4とか5があればまあ当たり前威力は高いと思うんですが、はい、ここ戻して倒せる？倒せなさそうじゃない？ギリギリ。なんかね、そろそろ実況外でレベル上げした方がいいような気もするな。なんか追いついてきたんだよね、相手のレベルが。今ここがさっきなんて書いてました？139か。確か139って書いてたんですが、今の私のレベルが143だったかな。ちょっときついよね。推奨レベルがだんだん高くなってきて大変なんですが、エンジンの調子が悪い。あ、そうですか。それはありがとうございます。なんでもいいな。じゃあ上げ下げコンボでやっていきましょう。結局青ばっかやってるよね、いつも。1212、はい、1212112、これは倒せるでしょ。1212、 OK、 なんとか倒しました。せっかくだったらね、この112のタイミングで倒したいんですが、レベルアップまではいかないか。あ、144ですね。だから今5レベル高いのか、推奨レベルよりも。あー、もうちょっと上行きたいよね。やっぱりここも寒いね。早く見つけ出してあげないと。確かになぜか薄着なんでね、ここの人たち。危ない、落ちるとこだった。こっちで合ってますか？合ってるんだ。はい、じゃあクライミングやっていきましょう。これちょっときついんだよな。はい、グーッと押して押し込んで、振り下ろしていきましょう。 OK、 これで終わりじゃなさそうだな。もっともっとクライミング今後ありそうなんですが、スクワットでじゃあ宝箱開けていきますよ。急に宝箱置いてあるんだもんな、意味不明なんですが。はい、2回目3回やれば開くと思います。 OK、中には何が入っているんですか？これはストームダンサー。あ、これの方がいいじゃん。よし、じゃあこれ、あれ？着替えようよ。まあいいや、揃ってから着替えるか。ストームなんとかシリーズがあるんでしょうか、ここには。そしたらクライミングで登っていきましょう。お、オッケー。ストームって台風とか、大きい風みたいな意味ですよね。風を起こせたりするのかな？はい、そしたらクリームチーズとケールを入手して、ケールってなんだ？なんかまた、あれか？果物じゃなくて野菜系か？私、野菜の名前非常に弱くて、全然何が何だか分かっていないんですが、そしたら、はい、コインを回収しながら進んでいきましょう。ここのステージが終われば、また街があるので、そこで新しい装備とかも買いたいところなんですが、はい、そしたら魔物5人、頑張っていきましょう。うわ、ダークケトベル、普通の黒か。黒が一番きついんだよな。そしたら、まず全体攻撃、スワイショーが325で、325が一番強いんでしたっけ？あ、ぽいな。じゃあ、スワイショーでやっていきましょう。スワイショー、これも3か。スワイショー3で325？ あ、待って、1体やられた。あいつダークじゃなかったみたいですね。はい、そしたら一番左もやられた。シェイカムリもダークじゃないみたいですけど、倒せるかな？あ、倒せそう。ギリギリ、あー、ギリギリ倒せるか倒せないかって感じだな。はい、スワイショー頑張っていきましょう。ダークケトベルだけすごい体力多い。他のやつがギリギリ倒せるか倒せないかという感じですが、できればシェイカムリを倒したい。嘘でしょ。ラッシュも来ないし、まあラッシュはいらないか。次3体攻撃であいつらは倒していきましょう。3体攻撃で一番強いの何でしたっけ？325が確かプランクなんですけど、プランクはできるだけやりたくない。
はい、そしたらシェイカムリが、はい、謎の物体を吐き出してくる。これで何が上がるかによって次の私の技も変わってくるんですが、はい、赤が下がって緑が上がった。緑上がったけど、あ、これじゃん。じゃあこれでいきましょう。超つがいのポーズに。うわ、これでもね、きついんだよ、ちょっとポーズ自体が。はい、そしたら、左手のリングコーンをまっすぐ持ち上げる。ポーズがきついんだよな。いきますよ。はい、そしたらこれをゆっくり倒して、これね、リングコンなくても皆さんできると思うので、ぜひ真似してみてください。これ結構きついよ。はい、ゆっくり戻して、待って、思ったよりきついな。落ち着け落ち着け。あと何回、あと9回もやんの、嘘でしょ。はい、ゆっくり戻して、ゆっくり倒、これ、ね、下向きながら喋るのもきついんだよ私。喋りながらやってるからさ、まあ当たり前だよね、実況なんだから。私が無言でやってたら何も面白くないんでね、皆さん。はい、そしたら右手のリングコーンをまっすぐ持ち上げる。はい、でゆっくり倒していきましょう。なんかこのストレッチっていうかヨガっていうか、普通に運動しながらやるのが結構きついよ、今更だけど。はい、ゆっくり倒して、本当はこの辺まで来るとね、あの1ステージのカロリー数がやばいんだよ。はい、ゆっくり倒して、はい、そしたらゆっくり戻して、これでとどめだ。オッケー、とどめじゃない、全然やられないじゃん。はい、そしたら腹筋ガード。待って、ラッシュが来れば今の倒せたんですが、ラッシュの確率アップとか、なんかフィットスキル習得で買っておきますか。いや、でも次街があるから、一旦ちょっとあれですね、一旦なしです。あの街のためにお金を残していきたいんで。はい、そしたらグッとスクワットして倒していきましょう。待って、これスクワットにしなきゃよかったな。もうちょっと楽なやつやればよかった。 OK、とりあえずダークケトベルを倒して、今のは結構もらえるんじゃないか、経験値。はい、経験値は1268、レベルアップは全然いかないね。なんか1レベルアップするまでも結構大変になってきたんだよ。それにしてもこの寒さの中、なんでみんな薄着なんだろう。確かに、お、ハニーさんどうしたんですか。うーさ、寒いよ寒いよね、ハニーさん。あれ、ハニーさんなの、もう一人って。嘘、走り切ったね。私、ハニーさん、あのハニーさんがいるから、もう一人の女の子に惚れられちゃ困るみたいなこと言ったんですけど、ハニーさんなの、もう一人の女の子って。嘘。はい、ここ腰をグッと下げて、さっきのアミノさんでしたっけ。アミノさんのお友達ってハニーさん違う。なんだなんだなんだ、急に知ってる人が出てきたんですけど。4分21秒 22.54 キロカロリー。なんだよ、ハニーさんなんだったらもっと私ね、早く助けに来たよ。どうしたんですか、こんなところで。ヘックチン、うー、あれ、お客さん、まあまあ、また助けてもらっちゃいましたね。いえいえ、ハニーさんだったらいつでも助けに来ますから、ありがとうございます。友人と山に入ったところまでは良かったんですが、いきなり吹雪いてきて、右も左もわからなくなってしまって。ハニー、やっぱりそれ友達ハニーさんだったんだ。あ、アミノさん、はぐれた時はどうなることかと思ったけど無事で良かった。私もこの人に助けてもらったんだそうですよ。ハニーさん、かっこいいでしょ。本当にいつもいつもすみません。ここにもよろず屋はありますので、よかったらお立ち寄りください。ヘックチン大丈夫ですか、ハニーさん、ちょっと休んだ方がいいですよ。そしたら街に向かいましょう。よろず屋ですね。何か買えるもの、新しいのあるんでしょうか。いらっしゃいませ、よろず屋16号店へようこそ。先ほどはありがとうございました。いえいえ、おかげさまですっかり元気になりました。それはよかった。ここの村は村長さんの方針とかで、みんな薄着じゃないとお出かけできなくて。そうなんだ。ハニー、頼むから危ないことはしないでおくれよ。君に何かあったら僕は、じゃああんたが助けに来いよ、ちゃんと。その泣き虫なところをここの村長さんに直してもらったら、かなり厳しい人みたいだし、ハニーのそういう厳しいところも大好きだよ。なんでこの人と結婚したんですか。そしたら、ピンキーパイソン、これは、あー、そっか、増えてないね、新しいやつは。じゃあ、いっか。とりあえず装備はじゃあ買わずにやっていきましょう。お気をつけて。いや、ハニーさんこそお気をつけて、できればこう街から出ないでくれると助かるんですが、あれ？あ、なんかお話を聞かないといけないんですね。誰かいないかな？あ、さっきはありがとう、おかげで命拾いしたわ。まったく、あんなところにあんな薄着でいるなんて。最近村長が変わったんだけどさ、えらく熱い人でね。待てよ、上腕か。トレーニングすれば寒さなんて感じないんだぞ。ほら、この言い方とか、服なんか着るから体が甘えて余計寒くなるんだぞって言い出してさ、その喋り方、もしかしておかげで私たちは薄着で過ごさなきゃならないことになっちゃったのよ。気合い入れてハニーの服の材料を取りに一緒に山に行ったのはいいけど、寒いもんはやっぱり寒くてね、気合だけじゃどうにもならなかったのよ。ですよね。誰も文句言わないのかな。その村長ってのがすっごく鍛えてて、上半身なんてほんと冷蔵庫みたいに大きいの。
絶対上腕じゃん。怖くて誰も文句言えないのよ。まあ村長の家まで道中が険しいわ寒いわで、そもそも誰も行きたがらないんだけどね。ああ誰かガツンと言ってくれないかな。任せてください。ねえ MK、 その村長さんってどう考えても上腕さんだよね。だよね。じゃあ進みますか。この先このままじゃ村人たちが凍えちゃうよ。この先に家があるって言っていたし、上腕さんを説得しに行こうよ。そうですね。これ下から行った方がいいかな。じゃあ下からいやこっち行く。いや下から行こうか。そうですね。まずは万歳スクワット。お、325の全体攻撃、これはセットしていきましょう。全体攻撃で今一番弱いのは何ですか。これか。295はもういらないですね。じゃあぐるぐるアームの代わりに入れていきましょう。ゲーム地名ようこそ MK 様、ここではパラシュートを遊んでいただきます。クリア目指して頑張ってください。上級か。上級のパラシュート結構えぐいと思うけどな。はい、パラシュートを頑張っていきましょう。まあ、やり方は分かってますよ。はい、両腕をグッと上げて、まずは引っ張って減速していきましょう。そしたら今度は、右に傾ければ右に行く。そう、これ以前アドバイスコメントでもらったんですけど、これどうやらね、真ん中を取んないと、100点のところを取っても100点にならなくて、半分50点になっちゃうらしいんで、しっかり真ん中行かないといけないんですよね。それ私気づかず以前やっていたんですが、はい、そしたらこれを後ろに傾けて OK、 これで終わりですか。たくさん輪っかをくぐろう。輪っかの中心は高得点。そこが読めていなかったんですよね。はい、そしたらまずはこっちに行って、ここで合ってますよね。あまりね、減速は使わずにやっていくのがいいと思うんですが、はい、100点で、あー待って、300あった。300は、さすがにど真ん中行きたいけど、待って、ここでどうだ ?OK! とりあえず300点を取って、はい、ここ100点取って、あれこれパーフェクトいけんじゃね?パーフェクトを狙っていきたい MK さんなんですが、OKOK、いけるぞいけるぞ。はい、そしたら3、バカ、300、嘘でしょ、300、OK!よう取れたな今の。100点、待って、真ん中、あー50点取っちゃった。まあでも S ランクは狙える、まだ。300を取りたい。300、あー150になっちゃったよ。待って、300はさすがに、あー真ん中行きたいんだけどな。むずこれ、微調整がかなり難しいよ。そしたら待って、はい、ここ3、バカ、あー150になっちゃった。バカ、あー150すら取れなかった。嘘でしょ。はい、そしたらここ50点取って、むず、てか腕きつくなってきた、だんだん。あーやばい、はい、ここ100点。待って、腕ほんときつい。やばい、また1個逃した。はい、ここ落ち着け。真ん中を通っていかなければいけない。はい、真ん中を通って OK。そしたら待って、あそこに着地したいよ。ここに着地していきましょう。腕がきつすぎる。嘘でしょ。2800点、B ランク危ねえ。あれ、最後乗っかれば500点なんでしたっけ?ちょっと忘れちゃったな。腕きっつ。おめでとうございます。すごいボーナスは何ですか?400コイン、まあありがとうございます。さっき手に入れた装備の上っていうか、上の装備はどこにあるんでしょうか?そしたらここ入っちゃう?入って奥から行っちゃってもいいような気はするけど、そしたらじゃあこの先のレアホップ倒していきましょう。レアホップ何体かな ?3、4体だとは思うんですが、4体か。4体が一番微妙なんですよ。そしたらここは全体攻撃の一番強いのか、何でもいいのか、325なんで、じゃあスワイショーで行きたいと思います。うわ、これ逃げるなよ。ほんと逃げるんだよ、レアホップって。レアホップは一回逃げるともう経験値が手に入んないんで、ここはしっかり逃げないうちに倒していかないといけないんですが、はい、そしたら左右にしっかり振ってやっていきましょう。これね、結構ちゃんと振らないとベストにならないんで、うわ、待って、全然食らってない。嘘でしょ。え?これ一体ずつ倒した方がいいような気がする。待って。きついな。半分行く?半分行ってくる。あ、じゃ。半分行ってくれたら次の万歳スクワットで倒せるんですけど、無理だな。オッケー!ふらついたチャンス。これはありがたい。じゃあ、ラッシュお腹ツイスト。これ初めてだな。お腹に、あー、腹筋ガード連続でやるのね。きついな。振るのか。その先に言ってよ。ラッシュお腹ツイスト。振るのね。まあ、ツイストだから確かにそうか。待って。30ぐらい行きたい。5、6、7、8、9、10。オッケー、31。どうだ、これで。あー、全然食らわん。嘘でしょ。はい、そしたら腹筋ガード。これが終わったら逃げるかどうかわかるんですけど、逃げないで、ほんと逃げないで。逃げるなよ。オッケー。はい、ちょっぴり疲れたようだ。全員疲れて。オッケー、逃げない。次も、あなたも疲れて。オッケー、完璧。そしたら次、ワイドスクワットしかないよね。全体攻撃するんだったら。じゃあ、ワイドスクワットでやっていきましょう。あ、万歳スクワットか。レアホップ D だけ攻めて倒したいな。いけるかな。
はい、そしたらここぐーっとキープしてキープして、なんかスムージー飲んじゃうっていう手もあるんですけど、あースムージー飲むのも微妙ですよね。だってそうだよな、こんなとこで飲んでもちょっとあれなんで、これ1体倒すと経験値500、1000だったかな、だから多分4体倒せば4000もらえると思うんで、ここは確実に決めていきたい。あ、待って、あの EXP 倍もらえるみたいなスムージー飲んじゃおうか最後。そしたらキープして戻して、倒せないよなこれ。そしてめっちゃきついんだけど、このバンザイスクワット、そう、あの左上の図にあるように胸のあたり三角筋っていうのかな、そこも結構きついわこれ。はい、ぐーっとキープして戻して、でもねやっぱりね腕がきつい、腕じゃないごめん足、もう足か腕かも分かんなくなっちゃった。オッケー、うん、戻して、疲れた。はい、腹筋ガード、あ、4体攻撃、オッケーオッケー、4体全員攻撃してくるってことは1体も逃げないんで、だけどだよな、だけど次の、あーどうしよう、次の攻撃で4体攻撃ないんだよ。あったとしても200いくらとかだったと思うんですが、全体攻撃あるっけ、あー一応これ全体か、320。じゃあこれで倒していきましょう。その前に EXP が2倍、これだ、キャロットスープを飲んで、経験値が増えた、 OK ありがとう。そしたら船のポーズやっていきます。これきついんだよな。リングをまっすぐ前に向けて、膝からつま先にかけて床と平行に、はい、そしたらゆっくり後ろにやっていきましょう。いけるぞいけるぞ。はい、そしたらゆっくり戻して、倒せるでしょ、 OK 1体倒して、これで全員倒せれば4000だから8000、経験値8000もらえるはず。はい、ここ、あ、ごめんなさい、はい、ここゆっくり後ろにやって OK、 なんとか全滅させました。あー、きつかった。はい、お金40もらって、経験値は、おお、13,820。これ2レベル上がるんじゃない？はい、145で何か覚えますか？あー、ハートの最大値が1つ増える。できれば技が良かったな。はい、そしたらもう一丁いけますよね。OK。レベル146に上がりました。これで終わりか。やっぱ連続でなんか覚えたりはしないみたいですね。そしたらここのステージやっていきましょう。フルエンマ説教。震えませんってことなのかな？まあ、寒いから震えちゃうよね。よーし、行きますよ。結構きついな、今回。さっきのレアホップ戦もそうだし、あの、ハニーさん助けた道中の桃揚げが結構効いている。さあ、行くよ。なんか薄暗いな。飛ぶの？うわ、飛ぶんか、いきなり。はい、お腹押し込みやっていきましょう。これも、結構ね、距離が長いんだよ、これ飛ぶと。コインを回収して EXP メダルを逃さないようにやっていきましょう。そう、前回のね、飛んでるシーンは EXP メダルを大量に逃してしまったので、あー待って、風が強いやつだ。この洞窟のところとかは風が強いんです。あ、あった。待って、飛んでないよね。OKOKOK。EXP メダルが固定されているので、ここはゲットしていく。OK、一つ目。そろそろ着地したいよ。あ、OK。だんだん地面が見えてきたと思ったら違う？あ、違う？あ、OK、地面だ。なんとか着地して進んでいきましょう。なんだ今、旗みたいなのがあったんですが、シナモン。はい、シナモン入手して、ここのやつは何ですか？シナモン。シナモンしか落ちないよね。これは何ですか？ケール。これは何ですか？ブラッドオレンジ。ブラッドオレンジってなんだ？おーっと、うわ、うわ、キッズ。なんだこれ。嘘でしょ。待てよ。どうしよう。どうしよう。一体ずつ行こうか。うわ、どうしよう。いや、ダンベルガニなんだよ。結局きついのは。だからダンベルガニを先に倒そう。OK。ダークアーカーダンベルガニ先に倒します。うーわ、ダンベルガニか。こいつね、2ターン経つと思いっきりでかい攻撃してくるんで、ほんと先に倒しとかないとまずい。左右のやつは後ででいいや。あの鳥みたいなやつってチアバードじゃないよね。チアバードの亜種みたいなやつだったら困るな。攻撃力とか防御力とか上げられるんですが、あー、キープして。やば。これさ、ダンベルガニの攻撃力が上がったもんならもう、やばいよね。これきつい。1.5 倍になったら、私の体力が確実に、半分以上削られてしまうので、はい、キープして、戻して、はい、ぐーっとキープして、キープして、戻して、キッズ、はい、ペースアップしていきましょう。戻して、キープして、戻して、半分いける。でも、655で半分いってもさ、次の攻撃何だったら倒せるんだ？はい、戻して、OK。はい、そしたら、腹筋ガード。はい、ここガーンとガードしていきましょう。相手の攻撃、あ、待って、ダンベルガニが攻撃してこない感じだな。だ、オードラッキー、ありがとう。ラッキーはかなりありがたいんですが、はい、ここもキープして。っていうか、動物って、うわ、腕を持ち上げた。次で倒さないとやばいですね。580あったよね。OK。じゃあ、英雄1のポーズ3で倒していきましょう。確実に倒せると思うんだけど、どうだろう。いや、さすがにいけるっしょ。はい、ゆっくり左へ。
待てよ、あいつらなんか変なことしてこないよね、この動物たちって。っていうか動物なんでこっちにもいんの？前回のあの狼少年だったっけ、あそこ以外は動物がいないと思っていましたが、なんか待って、あのすごい怒られる、ポーズで止まってって怒られるので、しっかり怒られないようにやっていきましょう。 OK、 はい、そしたら左右入れ替え、さっき怒られなかったらもしかしたら倒せていたかもしれませんが、はい、ゆっくり右に倒して OK。なんとかダンベルガニだけ先に倒しました。はい、そしたらグーッと押し込んで、でダンベルガニが真ん中にいるから、こいつらがあの5体分っていうか一番端と一番端なんですよ。だから3体攻撃だと届かないんだよね多分ね。そしてめっちゃ食らうやん。一回回復しようか。待機単リセット、これ飲んでいきましょう。そしたらほら3体だと届かないんですよね。320と何だっけ、325、超つがいが350、スワイショが325、一緒か。じゃあ、船のポーズが一番いいんだな。船、あ、ごめんなさい、350だと思った。じゃあ、スワイショをやっていきましょう。スワイショばっかだな、今回。まあ、これ、全体攻撃強いから、結局。全体攻撃で500ぐらいのやつが手に入れば一番楽なんですけど、うわ、全然食らってねえじゃん。マジで。これ、1体1体行った方が早いか。いや、でもさすがに、同時に行った方がいいな。だって、325の倍だとしたら、650でしょ。で650以上の攻撃、私今スクワットしか持ってないから、あ、だったらこっちの方がいいですね。 OK、 半分いってる、なんか微妙だな。次の320で倒せればいいんだけど、倒せなさそうだな。325で半分いってるかどうかってことは、300だと倒せないんじゃないか。はい、じゃあここは船のポーズだね。頑張っていきましょう。これ船のポーズって言ってるけど、どの辺が船なんだ。あんまり船っぽくないけどな。はい、そしたらゆっくり後ろへ、はい、でゆっくり戻して、これは6回だから楽ですよね。はい、そしたらゆっくり後ろ、あんま楽ではないけどね、運動自体は。はい、そしたらゆっくり戻して、倒せないか。うわ、倒したいんだけど。はい、ゆっくり後ろへ、お願いお願い、これ倒、あ、だとごめんなさい、これでお願い倒したい。頑張ってベスト出していきましょう。素晴らしい、なんとか倒した。霧が濃すぎないか、ここのステージ。全然飛んでいった先が見えなかったんですが、そしたら頑張っていきましょう。そろそろレベル150だよ。てかもうパート58、これやばくね。どんだけリングフィットやってんの私。58パートもやったの、冷静に考えてやばいな。そんなに運動したことないよ今まで。はい、そしたら、はい、この辺回収して、あれ何もいないな、怖い、逆に怖いんだよ何もいないと。はい、ここジャンプで行って上じゃない、はい、上に行って、合ってる、うーわ下が良かった、だったら上引っ張りきついんだよな。はい、両腕を上げて、うわだったら下行けばよかったよ。あ、ゴールがいる、ゴールがいるって、ちょっと日本語おかしいんですが、ゴールがあったんで、あそこに向かっていきましょう。待って待って、長い長い長い、早く坂になって、あ、 EXP メダルだ、あれを取っていきたい。2つ目、はい、これで3つ目、あれ2つ目あったっけ、他の道にあるんじゃないのやっぱり。はい、そしたら頑張って走っていきましょう。え、嘘、 EXP メダル逃した、逃した、逃しようがなかった気がするんだけど、今の道で。はい、そしたらお腹押し込みキープで岩を割っていきましょう。きついんだよな。はい、ここぐーっと押し込み続けて岩を割っていく。OK、 まだあるんでしょどうせ。岩はね1個あれば何個かあるんですよ。はい、そしたらまっすぐ行って、あれないな。私の読みがことごとく外れているんですが、そしたらまた魔物戦か、頑張っていきましょう。これが終わればゴールっぽいですね。はい、相手はオーケトベルシェイカムリステッパー。うーん、3体なんで、あー、どうしようかな。これでいく？超つがいが一番強いんだっけ？ 3 体だったら。400、325、300、あ、そうだね。じゃあ、超つがいのポーズやっていきたいと思います。超つがいきついんだよな。はい、そしたらまっすぐ持ち上げて、ほんとこれ皆さんやってみて、結構このね12回やるってのきついよ。はい、ゆっくり倒す。まあ普段運動してる人だったらいいんだろうけどね、私みたいに普段何も運動してない人はね、ほんとねリングフィットはねやばい。毎回汗だくだもんこれ終わった後。はい、ゆっくり倒して、最近もリングフィットやってからあのお風呂に入るみたいなのが日課になってきてるんで、毎日の。はい、ゆっくり戻して OK。 よし、あ、つけた。はい、もう汗ダラダラですよ。はい、右手のリングクをまっすぐ持ち上げる。もうこのポーズの時点できついもん。はい、ゆっくり倒して、うわ半分いってないな2人とも。次の攻撃で倒せるか、うわ微妙じゃない。オーケトベルは無理な気がする。超つがい、あーでも3体攻撃自体もこれとプランクしかないんですよね。はい、ゆっくり倒してプランクやるか。プランクやだな。
ます。やる？プランクだったら倒せるような気もするな、あの黄色。マジか。あんまりプランクやりたくないんだけど。はい、ぐーっとキープして、キープして。プランクって325でしたっけ？攻撃力が。はい、シェイカムリの攻撃で、待って、これでさ、黄色が上がってくれるとありがたい。黄色の攻撃力を上げてくれ。うわ、下がった。マジで。青色も下がった。赤も下がるの。おー、緑が上がった。意味ないな。緑が上がるのは意味ないぞ。そしたら、うわー、どうしよう。船のポーズにする？倒せるかな？待って、その前に、これ飲めばいいじゃん。普段層ミックス。これで受けた悪い効果をなくす。そうして、でもこれ悪い効果じゃないのか。325がプランクで、スワイショーが、これも325。倒せるかちょっとわかんないけど、スワイショーでいきましょう。スワイショーでいきましょう、つってね。よし、頑張っていきましょう。今の言ったせいで、倒せない気がする。はい、これぐーっと、左右に触れていくんですが、無理か？ちょっと威力不足だな。抜群とはいえ、どうなんだろう。半分いったけど、無理っぽい。マジか。まあ攻撃力アップ飲めばいけたんだろうけど、アップを飲むのはさすがにね、ちょっと違うよね、ここでね。ここはさすがにね、スムージーのそういうプラスの力は借りずにやっていきたいんですが、一瞬眠りかけた。ずっと眠っていて大丈夫ですよ。そしたらここはスクワットで倒していきましょう。別にスクワットじゃなくてもいいな。まあいいんだよ。こういう時はね、最高火力で叩くのが一番いいんですよ。あんまりここで甘えると、もしかしたら倒せないみたいな謎の現象が起こる可能性があるので。はい、そしたら、ぐーっとキープしてきついな。はい、戻して OK。なんとか倒しました。今日なんだろう。今日めっちゃきつい。最近毎回言ってるっけ？今日めっちゃきついんですけど、ここゴールすれば、147までレベル上がる気がする。はい、そしたらここを回収して、うわ、最後これかよ。もういいって、上引っ張りは。はい、上にぐーっと引っ張って進んでいきましょう。もういいよ。もういい、もういい、もういい。早く、早く行こうよ。ぐーっと引っ張って、早くして、もう腕きついよ。パラシュートで腕パンパンなんだから今回、オッケー。はい、とりあえず、ゴールが見えてきました。ゴールでいいんですよね。なんか最後敵が待ってることもあるからさ。はい、ここぐーっとキープして、ビクトリー。素晴らしい。終わった。疲れた。めっちゃ疲れた。はい、じゃあこれは調べません。6分10秒 22.87 キロカロリー 0.28 キロメートルレベルアップ OK。147まで上がったけど何も覚えないですよね。多分148で覚えるんだわ。こう2個飛ばして1個覚えるみたいな、そういう感じなんですよ。よーし、そしたら今回は時間的にもこれくらいにしておきますか。じゃあ次回は右側の宝箱を取ってフィットネスジムか、あそこからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。